鳥山石燕、根弱がと続百鬼より、天井下り天井下り、天井下または,天りは、天井下がりは、鳥山石燕の妖怪画集、根弱がと続百鬼に描かれている日本の妖怪。長い髪を振り乱した醜い老女が、家の天井から逆さまでぶら下がった姿として、描かれている。書籍によっては、夜中などに、家の天井から突然現れるが、特に人間に対して、 危害を加えるることとはないないいどとされている天井下りはその異界としての天井から出現する妖怪との解釈もある。石炎の時代には人を困らせるという意味で天井を見せるという言い回しがあったことから石炎が言葉遊びで創作した妖怪との説もある。江戸時代の海岸州宿直層にある広州の辻堂に化け物のあることによれば 甲州で山中のお堂の天井裏に化け物が住み着き、お堂に泊まった旅人を捕らえて喰らっていたという。山梨県北駒郡の民間伝承によれば、夜中に天井から天つるしという蝶のような姿のものが現れたという。特に人間に危害を与えるわけではなく、ただ現れるだけである。書籍によっては天井下りの類話として扱われているものの、天つるしは民間伝承。 天井下りは前日のように創作物とされているため、類話とは言えないとの指摘もあるが、天吊るしもまた創作された妖怪とする説もある。ありがとうございます。